はようございます。おはようございます。いやー、前回北斗、はい、3人並んで打って、打ったわ。なんやかんやまた1番負けました。あら、せっかく調子良かったのに2番目に負け、はい、僕はちょい負けたけど、でも全員負けなんですよ、はいはいはい、全員負けたんだね。だからもう今回俺がもう家にちゃんと隠し置いといたアイテムをバッチに渡しとくから、これもうあんま使いたくなかった。もうあら何、いやもうさすがにバッチ勝たせようと思って。うわぁ熱い、つ熱い熱いっすこれ、すこれこれだって、まあ、これ夏、これなんだっけ、すんげえしわくちゃマジで勝つからこれつけたら。本当？そっか、これつけてダメだったらもう本当に新幹線に携帯置いてこい。いやいよいよな、いよいよ最後の手段な。勝ち方不器用っすね。だから今日これでどのぐらい出せばあれなわけ。まあでも3000だから全員で600枚、うん、全員の3枚が3600円プラスで免除になるんで、はい、それはやっぱプラス3600か、はい、じゃあなかなかあれじゃない、結構それなりに攻めた機種じゃないとプラス3600、誰かしらは攻めた方がいいと思いますね。肩が積もるかどっちかっすね。俺行ったのかマジで。何ですか主役に。うわあっ、あうわあれだ、すごい行ったのか本日の。文字書いてあるもんね、うん、今思えば本日の主役は銭形行ったのか俺が。あらうわ、バッチで言えばルパンみたいなとこちょっとあるからな。あ、行ったのか、あ大好きよ。全然いいんじゃない。あで見たいっすわ。どうするその辺行く。まあ行ってもいいかなとは思いますけど、なんか今日もなんか並びで見たこと、二郎調べでは並びで入ってると思うんで、まあ何にせよなんか先月からなんかスマスロコーナーっていうか増えたんですよ、バッチロコーナーが。でそのあたりはやっぱ強かったりで、6.5 機のコーナーも強かったりするんで、おのおの爆発できるとこに行けばいいんじゃない。じゃあ、あ自分が思うね。ってことだよね。まあまあそんな感じで、はい、じゃあ OK 終わりました。行きたいと思います。3600枚ですね、うん、約3600、それを目指して3人で今日打ちに行くということでございます。それでは実践の方お願いします。よし、Fly me up into the sky of ringing bells. おはようございます。ど真ん中行きますか、ちょいへこみ気味ぐらいのこの辺行くかな。どうでしょう、終わるないんじゃないですか。それなりの台数のところに並びで入るんじゃないかってジローは言ってたけど、なんかわかんないけどこっち行こう。よし、あ、ゼニー型空いてるやん。誰も行ってないですよ。待ってもらうけどいい？あ、出たら、うん、まあ先帰ってるけど大丈夫。あ、帰るんかよ帰るじゃねえかよ。じゃあゼニーに行くわ。いいよ、当たれ、たまにリセットでこれすげえ早く当たるからな。無理か、スタートだ。やり一回は当たりももらえる。解析が出たんですよね。モード以降の解析が出まして、まあ、基本的には初代を踏襲していると。ジェラジェリー早いね、朝一5ゲーム。おっと、だから今に関してはリプレイで落ちてなければ中段チェリーからの強水化で天国期待度激高、なんなら本前町の期待度すら激高いっていうところで来ました。まあでもこれ中段チェリーかな、早いっすね。なんと投資1本
29ゲームでございます。あ、強水化の出番なしじゃないかな。早いな。モード以降出ましたよ。あ、知ってる。はい、弱水化3分の1みたいな。まあでもこの感じ北斗に設定入ってそうな気がするんだよな。いや、なんか今日ちょっと北斗やめますっていうのもったいなさそうな雰囲気でしたよね。いや、お客さんがね、やっぱいつも来てる方だと思うけど、この皆様があんなにこぞって行ったってなったならば、まあ、行きたくはなるよ。そうっすね。さあ継続バトル。うわあ、中の地理最高。負けてても勝ちです、まあ、シローだったんでね、 66% ってこと考えるとバトル中に中断地理引くのは一番うまみ。下パネ消えた、武装転生きた。フリさんチャンスいった、チャンスいくと思います。だ、中断地理が仕事したんじゃない。あらー、今から無双転生チャンス出ました。レバーオンで、これレバーオンでいきますよね確か。うん、レバーオンだと思う。チャンスです。いや、でももうそれマジでチャンスだ。うわあ、朝一宣言で当たって一発目のバトル無双転生チャンス。おいおい、速攻来ました、大チャンス。どういうこと。投資宣言そのまますんなり中断チリからです。マジ、はい、頼むでね。うわ、いや頼むで、助けは借りないです大丈夫です本当頼むで。高橋君呼んでこいわ。あ、いや、そいつも大丈夫です。まあでもさすがに失敗したら高橋君呼ぶよ、お前2回目はな。いや、これ頼むぞ、熱いぞ。なんでやねん、頼む。割れろ割れろ。頼むって、カットインで何も引けない。まだある、まだあります、まだあります。あと5ゲーム。今のリズム悪い、1回止めてこい。まだボタンを1回も押してないもん。いや、それ欲しいな。さあ来た、うわきつー。あー、ダメ、ダメでした。マジか。いやー、むずい、ど下手くそ。いやー、申し訳ねえっすわ主役のタスキでも、あ、振り返ると僕はまあ最後1回負けて、はい、効力ないっつってもう封印したんだけど、マフーバーのように。そうでしたっけ。そう、弱水化でバンザンリョーバでも、ジローに渡した時はもうボロ負けしたのよ。だから、はい、まあ、今日はあのバッチでは言ってないけど、俺の中で実験的な要素も含めて、なるほどなるほどなるほど、僕以外は効果ないんじゃないかと思ってるんですよね。でもこれで出したら、ジローがダメだっただけで、タスキの効果はやっぱりあるなるほどね。そうなのか、僕じゃなきゃ効果がないのか。だから今日バッチがダメだった場合は、次回僕がつけてもいいなと。ああ、いいですね、はい、本命登場。そう、でもまああんまり使いすぎるとやっぱその効力は絶対に、はい、その永遠と続くもんってこの世にないから、薄れていくってことですか。俺はそう思ってる。だから一回その分封印したから、あの炊飯器の中に入れて変な封印の仕方。うん、マフーバと同じ考えだから、こっちは、まあ、1年近く経つと思うから、ただ多分大丈夫だと。なるほどなるほど、ちょっと待ってください、これ、うん、この飛行ではないらしい。アミバやん、え、当たったの。いや、セリフです、終了後の。ああ、終わったんだ逆に。はい、今終わりました、2セット。まあでも、アルバはいいね。いいっすね、悪くはない。で、ジャギスタート。ああ、いいね。
隣空いてないの隣空いてないさ。ただもうほとんどの初当たりが何もできずに死んでいくシステムなんでね、もう何回も何回もこう杭を打ちつけるしかない。バイーンと、さあ5000円、133ゲームね。こっからだよ。あー微妙、ラインナップは微妙。まあ、なんとかどうやってかビッグまでたどり着くっていうのがまずの目標かな。まあ、デカチャンスはもうゲーム数でやってくるのを待つか、レア子役が、まあ、強チェリーでも 25% でしか入らないんで、それで自分で入れるか。とにかくデカチャンスを当てて、デカチャンス中に、有効役とかを2回叩き込んでビッグまで引っ張ってくる。その目標がかなり高い。デカチャンスを取れずに終わることも多々ある。お、強チェリー10回いや弱い。で、強チェリー分はガセね。次30ゲームのところゾーン分、デカチャンス1日目。ただ黄色だったんで、まあ、普通のやつだね多分。これもね、偉いのが出てくると、まあ、普通のやつ。次元はチャンスリプレイ、太陽役。よっしゃ、太陽役を引くか。リーチ迷惑か、出現につながってるリーチ迷惑、デカ面を引くか。外れそうじゃない、よーし、リーチ迷惑上乗せで、あと2ゲームしかないけど、ここでもう1個チャンス目、対応役とかデカ目を引ければビッグになりやがる。おい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 と30ゲーム以上ね。50プレイ、あー30回、ビッグはなしと。さあ一応ラストね、通常場面出てこい。来ない、地道に進める所存です。普通、お、ICPO だ。どうせ変更だろ。特に示唆はなし。お、強チェリー、お、ゼリガタイムに戻った、当たりやん。ゼリガタイムから連続イース、ゼリガタ強チェリー、これどうなるんだろう。おお、こんな当たり方あるよ。よし、
ピコーンって出てるね。ちょっとしそうだった。そいそいそい。ゲーム数は深くなかったね。別に288ゲーム。うまいことガッツ食べたんで。デカチャンス。最後のデカチャンスに行きたい。20パーぐらいか。地道に進める所存です。厳しい。じゃあ次、はい、俺が当たったオーラ当てたら食後のコーヒーな。うわ、え、買ってくれるってことですか。まあ、でも俺がジローの当てたら、はい、俺がコーヒーを買う。なるほどなるほど、勝負しましょう。お互い当てたらバッチ。あ、いいっすね。え、バッチさん有利やな。お互い外してもバッチですから。あ、いいっすね。お互いがどっちかだったらバッチですし。これは当たるかな。僕は中段チェリーの前兆から。あれ、ダメ。今は天国以上にいます。ナビ矛盾は出てる。服破りで、あ、肉発見。当たった。当たりました。じゃあ俺オーラの色当てるわ。はい、お願いします。僕の第一リアクションだけあげます。じゃあ、あ、いいっすね。さあ、7揃い。あ、もう揃った。今揃いました。え、揃ったの。はい。あ、俺マジで当てていい。はい、白。残念。え、青。青でした。うわー、2対1だったな。でもそのリアクションはもうその辺だもんな。これで僕が当てればクリさんが、はい、ジローにおごる。はい、当てなければバッチさんがっすよね。バッチよくわからん。そう考えたらマジで、そう考えたらバッチのあれがよくわからん感じ。一番不利まで。マジで一番不利ってのは不利しかない。さあ、1セット目のバトル。あちゃーなお、許して。パンチなら大丈夫でしょう。よし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 、むしろ倒れろ。あー、立ち上がり。継続バトル。足元頑張れ。あっちゃー、さすがにきついか。遅れた。初めて分かったかな。あんま出ないか。あんま出ないっすよ ね。今なんか229枚。あ、当たる可能性はないと思うけど。サウザただ800は踏んでます。もうなるほどなるほど、はい、なるほど、うん、まあでも負けるな。もう今800、2ゲーム外れたわ。普通にやっぱ天井です。ただ分かんないです。据え置きだったらそれならもう終わりです。据え置きだったらジロー言ってやろうか、はいはい、あと60ゲームで据え置き天井です。どの道天井です。確かにどの道なんすね。そう、うわー、いやさすがに出てくると予想します。いや俺も800で行くと思う。はい、もう色予想しといていいよ。これ普通の初当たりじゃないからむずいな。そうよ。
ああ今全長入りましたね。うわ中断チェリーだここで。トップチャンス、トップチャンス。ここって昇格なのか。だったと思います。でホッコ確定してたらストックの抽選かなんか。あ V ストックだ。そうだ。あサウザー。またチェリー。あ当たるな。ここで当たるか。まあでも天井でしょうね普通に。さあまあでもここまで行ったならまだ良かったなとも思いますよね。いや行き切った方が絶対いいっすもん。はいデビルリバース、これはもう間違いなく天井だと思います。この感じでゲームはい当たりました。823ゲーム、おめでとうございます。28000円合ってるよな。さあちょっと揃えるだけ揃えて。いや図柄大事っすわ。いや色色いやちょっといやリアクションさすがに取りたいんで図柄揃った時はあの出た瞬間に言いたいので。なるほど。もう先に言えってことですか。いやもう色を決めてください。全部いろいろ考えると、はい当たったらおごってもらいますよ。 あと一つ言いましょうか、はい、外れてもおごってもらいます。わお前熱い緑、はい、俺緑が一番見ないけどな今作。緑ねいいですよ。こっち弱水から当たりました。あ天国いたんかな。いやおらんかったと思うけどな。そういうのは気になるけどな。その謎に当たるやつね。いい当たりな気します。302ゲーム。いい色7です。わーでもまあ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 関係ないな。もう行こう。うわまあでもそっか下段です。79パー以上は確定。はいまあね天井のまあ恩恵といいますか。ジロー君これチャンスありますよ緑。いやありますね、いやちょうど緑っす。行きまーす。白です。うわちなみに僕今、はい、当たったはず当たり赤でした。ほらええー、ねまあ嘘くさくねえからなるほどそこだななるほどなるほど。1セット目のバトル。いやこれ全然リアクションつけなかったっすわ。とりあえず継続しないとまずいっすよ。僕はなんか天井行ってますからね。キッキンやってもてる。頼むよ。ほらうわ雲動いてね。キック当たるんだ。キックそう失礼しました。やらかしました。いやでもまあそんなもんちゃそんなもんでしょう。こっちはなんせ79パー以上ですから雲動いてない。やばい立て立った。あぶねー。怖いよねこれね。怖いっすよね。とにかくチャンスが欲しい。宿命バトルまでは行きたい。ほっと、これ多分最後の2ゲームのどっちかで7揃い引いたってことだと思う。最後までご視聴ありがとう。チャンネル登録よろしく頼むぜ。